電動入りオルティス氏が大谷翔平を撃唱彼のやっていることはインポッシブルだ大谷翔平はメジャーリーグという檜舞台で大フィーバーを巻き起こした圧倒的なプレーでファンやメディアを夢中にさせた大谷は 米球界ののレジェンドにとっても水前の的だ野球殿堂入りした元レッドソックスのデイビッド・オルティス氏がエンゼルス大谷翔平投手の凄さについて彼のやっていることはインポッシブルと独特の表現で語ったデイビッド・オルティス氏はドミニカ出身1992年17歳でシアトル・マリナーズと契約その後ツインズへ移籍し1997年にメジャーデビュー 2003年にレッッドソックスへ移籍愛称は大きな父を意味するビッグパピ後期に強い打撃に似合っていた本塁打を打つと両手の人差し指で天を仰いだが神と亡くなった母への感謝を示していたというオールスターにも重度選出されている通算2472安打打率2割8ブロックリン541本塁打のスラッガーで本塁打を ラテン王のタイトルも獲得しているシルバースラッガー賞も7度受賞ポストシーズンにめっぽう強くレッドソックスの200420072013年の3度のワールドシリーズ制覇に4番打者として貢献本拠地のボストンでは大ヒーローだ引退後の2017年に背番号34がボストン・レッドソックスの永久欠番となった日本人にも馴染みがあるレッドソックスで 2007年には松坂大輔投手と共にワールドシリーズ優勝2013年は打率6割8分8輪2本塁打6打点とシリーズ MVP に輝く活躍で上原浩二投手と共に世界一になった同年は上原を肩に担ぎ上げる勝利の儀式が話題となったちなみに引退した2016年には38本塁打を放っている現役最終年の選手としては 現在も史上最多のシーズン本塁打数となっている2011年には優れた慈善活動を表彰するロベルト・クレメンテ賞に輝くなど人柄も評価されている故郷のドミニカ共和国や米国でハイチの子ども向けに基金を設立医療行為の援助を行ったドミニカ共和国内で初となる心血関係小児科施設の設立も手伝った2008年6月にはユニセフ 国連児童基金からも人道的活動を表彰されているそして今年1月307票得票率77.9%有資格1年目でアメリカ野球殿堂入りを果たしたレジェンドだ米デジタルメディアバース・トゥール・スポーツのポッドキャストで自身の番組を持つ同志は大谷に言及しているオルティス氏は彼のしていることはインポッシブルだ野手の試合前の準備は 24時間あっても足りないと指摘自身の現役時代のルーティンをまず早い時間にフィールドでコンディショニングそれからトレーナー室でケアしてもらい次にジムに行き刑事に行きもう一度フィールドで練習だしかも対戦カードごとにミーティングがある打者と投手のミーティングは別の部屋でやるんだ「こう攻めようこう守ろうサインはこれだぞ」とかね。 ととににかくやるる。ことは山のようにあるそれを考えたら大谷のやっていることはありえない不可能なんだと力説したさらにオルティス氏は「三辞を惜しまない」「それなのにこの男は打席では一つを放ちマウンドでは打者を三振に切って取る」「インポッシブルミッションだ私は彼のバランスが気に入っている」「彼は以前打席でレッグキックをしていたけれどバッターとしてのバランスというか」 佇まい,がいいいがね最も重要なことはあれだけ打者として優秀なのに投手としてもあそこまで優秀ということそんなことが一体可能なんだろうかまた同じドミニカ共和国出身のアルバート・プホルス内野手との秘話も明かしている大谷は打者として非常に興味深い存在だと思う実はプホルスと大谷について話す機会があった彼はこう言っていたんだ大谷は左のパワーヒッターだ そして私に似ているとねほんとだよ私も彼の打撃を見ている彼はライトからレフトまで広角に打つことができるパワーがあるそしてバランスがいいまた米フォックススポーツの番組に出演した際には司会のベン・バーランダー氏が大谷がいかにスペシャルな選手なのかについて少し話してほしいと投げかけると彼が今の野球界でやっていることに 私は非常に感銘を受けている。驚くべき見事な成績を残している投球にしても打撃にしても全ての能力を兼ね備えているメジャーへの影響は大きいと思う彼の試合を見ることがとても楽しみなんだよと大谷がメジャーに与えたインパクトを強調し称賛した打点王3回本塁打王1回さらに3度のワールドチャンピオンを経験した百戦錬磨のスラッガーを ここまで唸らせる大谷の持つ才能はやはり唯一無二といえそうだ。